方向浸水。あー、旅客機がぶっ壊れて、シアちゃんはなんとか木に当たって衝撃を免れて、でも落ちそうで、なんとか腕力で自力で復活。え、すごいすごいすごい。なんでお前ら急にそんなゴリゴリもうゴリマッチになっちゃうの。鎮山の小銃、痛い、小銃なのこいつら。ブラックホールに吸い寄せられています。冷静すぎだよお前。車両を受け取ったって一瞬でその車両をぶっ壊れたんだが、いったこいつら。オーライ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 、いたいたいた、ごめんなさい。もうこれ特殊なんで、もう一回使い切っちゃう。こいつらに、こいつら2体もいるのに硬すぎだろう。エフェクトがすごすぎて何も見えないよ。特殊ないつの間にか使い切ってたよ。いや待って、ショットガンの連射結構それするだけでも強くない？いった。待って、ショットガンもしかして連射するだけでも結構強い。オッケー、ドゥエイ、どこしよう。切り上げてからこのチャージ攻撃がワンチャン最大火力か。いやでもショットガンもったいなかったな。まあ大体あさるもんはあさったかな。でそこに登っていくんですね、この岩から。ご丁寧に斜めに崩れてる岩から。こっちじゃない、こっち側か。こっからそこにジャンプでいけるの。いけちゃうね。この先は何もないですと。つかこれ山がさ、今吸い寄せられてる途中なのかな。これめっちゃ空高く浮いてんのかな。あ、いた。あ、危ない危ない、危ない危ない、やめて。その初見殺しみたいなのやめて。これ普通にいける？グラップルで。あ、グラップルね、ありがとう。アドバイスありがとう。おっと、また古代兵か。こいつらめっちゃあっちもせずよう出てくるわ。ほい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 、雑魚はな。別にパリしなくて。お前打ち方の癖、打ち方の癖をどうにかせえよお前。ぬいぬいぬい、ね、ほい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 。あー待って、これ防御装甲回復される前にやりきって。いったいった。待って、これ近距離もしかして。あーダメか、これワンチャンワンパンかと思ったけど全然そんなことはなかったら。コッパみじんにはできるけど全然ワンパンではない。おっと、まだいたのか君たち。諦めて早く帰りなさい。君に私は倒せないわ。あーまだまだ来る。おいおい、また二追流か。好きだねこいつ。どうしよう、痛い。先にこの雑魚を、弓兵をやってからがいいんだけど。弓兵が痛いんじゃん。やっぱ前にもさ、ステップしたいよな。前方向にステップできないの結構厄介くない？あ、痛い。ういえういえ、いた。また盾がおる。ういえ、オッケー、勝ち上げて切り落とし。どうだ、え、全然入ってない、全然入ってない。なんでなの。もう特殊弾薬使っちゃう、痛い。 そっちの盾にはもう特殊弾薬使っちゃう。で使い切って勝ち上げて、ダメなの、勝ち上げられなかったの。てか勝ち上げ当たりづらすぎ。なんかパリしたと思うさ、結構勝ち上げられないこと多い気がするんだよな。これもう、ヘッショでパンパンパンって抜けないか。抜けないな。てか、なんか盾復活してね。やつの。いや、パリした直後じゃないと、こいつもしかして浮き上がらない。いった。もうゴリ押しよ、剣で。剣でゴリ押しよ。剣強え。剣芸じゃん。あ、グラップルね。また、あの、窓をさ、シアちゃん普通に通ればよかったじゃん、それ。序盤みたいに。おっと、敵の林将軍の飛行機が飛ばされてる。え、あれブラックホールに座れてんじゃん。大丈夫なの。大丈夫はないでしょ。またグラップル、もうそこの穴通ればよくない。え、あ、また古代兵。古代兵好きねーこのゲーム。 OK、
やー、これ盾がいる時のな、この近接キャラ結構厄介だな、邪魔なんだよな。うっ、後ろに回るなお前。もうゴリ押し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 、ゴリ押せないからこっちでゴリ押し、こっちだとゴリ押せるな。これ空中攻撃マジで強え。なんでこんな空中攻撃強いの、発生が遅いから。おいおい、二刀流めちゃくちゃ出てくんじゃん。二刀流つか二追流、これでまず盾ぶっ壊して、盾つか防御装甲ぶっ壊して、ぶっ壊れた、ぶっ壊れたね。じゃああとはもう連射、痛い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 、連射ですわな、頭ぶっ飛んでもうて、ごめんなさいね。うっ、こいしょ、よいしょ、痛い、斜めに入れ入力してるとあれだな、回避出ないな。前キーをちゃんと離して横入れないと回避が出ない、地味に厄介。破片が散らばってる、破片、何の破片、何の破片が散らばってるんですか。しやっちゃして、普通に敵めっちゃ撃ってくるやんけ。おい、また盾持ちかよ。もうこれで楽しちゃおう。そういえばパンチもあった、俺そういえばパンチもあった、パンチ強くない。おい、弾切れちゃってるよ、弾切れ、エネルギー切れ。パンチも結構強いけどな、このパンチと剣の使い分けはなんかあんのかな。特に多分使い分けないよなこれ、なんかお好みの方を使ってって感じなのかな。あれ、これ敵の旅客機じゃない、ここに墜落したのかこいつら、かわいそうに。アイテムは落ちてないです。おっと、久しぶりだな昆布術使い。ふいう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 い、なりきれないの。生きてるんかい。なんで死ぬときさ頭と腕がなくなるの、頭と腕と足。ガンダム、コアなガンダムファンが作ったのかこのゲーム。これで敵は殲滅したくさ、いいな。んどっから進むん、あ、グラップルね、グラップルね、グラップルになれないのね俺はね。もう普通にさ、つかシアちゃんワンちゃん普通に二段ジャンプで登れたろ。人の建物から妨害電波を探知した、現在の位置は周囲に大量の岩が浮かんでいます、引き続きブラックホールに吸い寄せられています。え、この家を伝っていくの、危険すぎ。何かあれば連絡する。ウェイク連絡が取れないって、あいつ絶対帰ったろ、絶対帰っちゃったよウェイク。ほいほい、届くこれ、危ねえ、届く、結構ギリじゃない。ほいほい、おお届くね、危ないね。ほい、これは余裕だね。あ、また古代兵、ハンドガン強いじゃん。だ、オッケー、オッケー、交互に来な、交互に来るの厄介なんじゃ。どっこしょ、どっこ行った、あ、浮いてる。いやマジでこの空中ため攻撃強すぎだろ、ちょっと痛いよ、やめてやめてやめて、弓兵うざすぎる。俺の中での弓兵のヘイトがすごいわ今。でこれはグラップルで伝っていくのか、いいね、グラップルは楽でいいね。なんか二段ジャンプはさ自分でちょっとこうタイミング調整せんといかんけど、グラップル Q を押すだけだからさめっちゃ楽よ。あー、はいはい、やってやんよ。おい、上になんかおる、上になんかおる、ずるいってずるいって、しっかりパリもやっていく、痛い、上のやつやりきって、君との勝負。お待たせ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 の押し付け。 AR よりマジでハンドガンの方が強い。急に寒くなってきた、この時期に雪が降るなんて。雪降ってんのこれ、確かに下には雪積もってるけど、なんだろうな、上空に来すぎて雪があれなのか、雪があれっつか、雪が出るようになっちゃってんのか。これ届くギリギリだな、う、届く、これギリギリだよね、ギリギリだよね、危ない、めっちゃ焦った。でこれはどうすんのこれ、あ、グラップルか。よかった、2段ジャンプからのグラップルね。もうグラップルグラップルでよかった、切ないこれ、めちゃくちゃ遠いけど届いちゃう。
ブラックホール地下。広場に到着しました。木造の建築物が見えます。めっちゃ弾落ちてんじゃん。天空閣だな。妨害電波の発生源。天空閣。すぐに調査し。じゃああの天空閣で青をつったやつが出てくるんじゃないのと思いきやなんか余計なやつが出てきたよ。いた。おいしょい。よっこいしょい。おいしょい。どっこいしょい。どっこいしょい。オッケー、盾持ちはやって、あとはもう弓だけ。おい。盾持ちが、いなければ弓兵なんて。余裕のよっちゃいよー。ん？どこ？おいおい、お前、俺の後ろに立つんじゃねえ。おめえ、俺の後ろに立つんじゃねえ。ん？あ、またあいつら？またあのゴリマッチョ？まったく仕方ないわね。近い近い近い。痛い。これ近距離使ったら結構余裕なのかもしかして。してなんか空中連撃してるとな、もう一方にやられちゃうから。いやー、空中連撃する暇がないんですねこれ。死んじゃう死んじゃう。嫌だ、さすがに死にたくない、死にたくない、死にたくない。一体撃破。あとはもう余裕だな。なんか詰まってる、なんか詰まってる。おい、お前詰まってる詰まってる。嘘だろ、スタックしとるよ壁に。いた。てか20発もあるからそんなリードこまめにリロードせんくていいな、ショットガン。え、それ壊すんかよ。さっき詰まっとったやん。 OK OK OK。オッケー、連撃、連続パリー、気持ちいい。いや今のちょっと上手くなかった？今の連続パリー。自分で自分を褒めたい、褒めたたえたい。肩空格を調べる。 これが肩空格？すごい、何重の塔だよこれ。二重の塔ぐらいになってない？二重重の塔か。天雨大帝。だが手遅れだ。この高校浸水を世界に注ぎ切るとブラックホールが世界を変える。高校浸水、そんなことで世界が変わる？それを世界に注いでブラックホールが世界を変える。マジで何言ってるかわからんこいつら。天雨大帝リベンジマッチかい。ふえ、無駄だ、こっちのセリフだっちゅうねん。ふえ、ウィー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 。めっちゃミスってる、めっちゃミスってるけど大丈夫。オッケーオッケー。このパーリーの間もしっかり打っていくっていう、この待って、こいつでかくね、体。オッケー、勝ち上げたいな、勝ち上げ。あ、キー間違えた。勝ち上がって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 くれない。勝手に勝ち上げます。え、これでも勝ち上がんの？マジで？それは初耳学だわ。で今のうちにたくさん切る、たくさん切る、たくさん切る。こいつラスボスかな？いや、でもちょっと弱いな。ラスボス臭いよな、こいつ。だからその、立ち前でワープやめろって、お前。勝ち上げて、勝ち上がらない。こいつ勝ち上がらないのかな、そもそも。うーん、どこへ？これで勝手に勝ち上げた方がいいな。勝ち上げてる間マジで無防備すぎだろ。ああ、防御が、防御装甲が治ってる。この連撃は多分防御装甲一気に剥がすチャンスなんだろうな、上手い人からしたら。こいつ時々外すのなんな、マジで。ね、遠いよ君、届かないよそれ。その遠くに行くのやめてもらって。貧弱だな、このボロ負けのやつが言うセリフかお前。ちなみになんかアイテム落ちたりしないの？落ちてる、めっちゃ落ちてる。いたいた。おい、今俺アイテム拾ってるから邪魔しないで。追い詰められた、角に追い詰められたのはやばい。画面8、天雨大帝がうい
防御装甲を剥がされて、これ下向きたいな、ダメかな、下向きれないかな、なんか壁に埋まってね、こいつ柱に埋まってね、隙だらけだなってお前、なボロボロの状態で言わんといてくれ、ダサいで、おい、これパリするよりもしかしてこっちでご利用した方が楽か、痛い、かかってこい、かかっていっとるやないかい、これ剣撃でご利用した方が楽、あの飛んでくモーションダサくない、飛んでくモーションのダサさ全一、お前結局何者なのか聞く前に死んじゃったな、その面もなんかあれなの、特殊な力を持ってんの、あ第二形態があるんですね、なるほど、えわしになった、あえあ違う、キメラ、キメラになったのかな、違う、なんかいろいろ持ってんだ、あーはいはい、多分それヘビ、ワシ、オノ、ベル、カネ、多分それぞれがギミックになってんだろうな、ぶっ飛ばされて、てかでかすぎんだろこいつも、またまたゴリマッチュになっとるよ、六神、六神天皇、六神って言うかな、で分かんない読み方、えてかえぐ、でも武器かっこよ、あでもあれだ、防御装甲ないからパリする必要ないな、パリする必要ないけどパリした方がやっぱ隙が生まれるのかな、あでも硬い、すごくさすがに体力が、あーなるほどね、これ結構時間かかりそうだな、特殊弾薬大盤振る舞いでいく、ウィーウィー、2、3、4、5、6、あ飛ばれた、え怖怖怖怖怖、えなんか斧、斧吹っ飛ばしてきてくる、あれ何、何あれ待って、何あれ怖いんだけど、え吹っ飛びすぎ、当たる、てか弾速遅っ、ハンドガン、あっ避けないで、もうこれ大盤振る舞いで全部使っちゃう、これ全部使っちゃう、わしそれもしかして倒さないといけない、倒さないとあれ多分邪魔してくるな、えわし弱、わし弱くね、わしだけしょぼすぎだろ、おだからワープすな、立ち回りのワープはずるいって、ムービーだけにしといて、ワープはハンドガン、これでラスト使い切って、それは何、それは何、それは何、怖い怖い怖い、え怖い、え、やばいやばいやばい、それ捕まったら絶対やばいだろ、なんかやばい雰囲気醸し出しとるもん、だからお前攻撃食らったらさ、下がりすぎなんやって、チキってるんですか、そのさ飛ぶモーションちょっとダサいよな、なんかやばい、なんかやばい、え何これヘビ、やばい待って、ヘビちょっと硬いぞこいつ、なんかワシとは大違いなんだが硬さが、しかもこいつ結構知らぬ間に近づいてくるな、これ早めに処理しないとヘビ絶対やばいわ、あれあと2発か、どっこしょーどっこしょー、でこれも使い切っちゃうか、もう、あでもダメージすごい、特殊弾薬ダメージえぐい、これ特殊弾薬でもうちゃちゃちゃって終わっちゃうな、最後はこれで決めたるでー、いっていっていっ、ゴリ押し合い終わったな、あまあでも特殊弾薬使い切れば全然余裕だったな、アサルトの特殊弾薬とか180発ぐらいあるし、多分バグなんだけど時々100発とかになってんだよね、これでこれえぐいのかな、時々スナイパーライフルの特殊弾薬が80発ぐらい持ってる時あるんよ、それがやばかった、え高校浸水が手に入れる直前なのに、どこ撃たれた、肩撃たれた、おっぱー今残ってますね、よかったです、なんやお前久しぶりとか、お前元カノかおい、まさかこんな形で会うとはな、もう少しで高校浸水が空に、あもうそれ注ぎ切る途中なの、注ぎ終わる新しい世界が、それ注いでる途中なのか、そして
私が新世界の王となる。新世界ってどういう世界に変わるとか、お前検証したの？検証しっかりせえよ。ウェイク、お前登場するタイミングがヒーローすぎ、惚れてまうわ。そら、え、あ、なに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 、え、お前そこ刀で刺せよ、なんで飛ばすだけなの？甘いて高校進水が、それは世界に注いだことにならないの？大丈夫なの？その割れたのはセーフなの？高校進水なかったことになってくれんの？それあ、なんかエンディング臭い、エンディング臭いなこれ。次のニュースです。本市から20キロ離れた地点に巨大なクレーターが突如出現しました。専門家は小惑星が衝突したクレーターではないかと推測しています。内部ではさらに古代遺跡らしき建築物が、古代遺跡、これ絶対シアちゃんが言ってた場所でしょ。そんなクレーターが開くほどの穴ってシアちゃんどうやって脱出したん？ウェイクが何とかしてくれたんか。つか結局さ、あのテンウなんたらの正体分かんなかったんだけど、なんだっけ、テンウ対の大王だっけ。あいつ結局俺を倒せば教えてやろうっつって何にも教えてくれなかったんだけど。そしてクリアした、クリアしたね。これスタッフロール流れた。いや素晴らしいゲームだったね。もうグラフィックもやばいし、アクションもねマジで面白いよ。ぜひともねこれ最後まで見ちゃった人からしたらね、もういやもうでもストーリー全部しちゃってるしなってなっちゃうんだけど、まあ、難易度とかも選べるし、スキンとかもね、なんか特定の難易度クリアしたり、DLC 買ったりしたらね、スキンも追加できるから、ぜひやってみてほしい。マジ2000円だからね、2000円でこのクオリティ、しかも個人開発やばいよマジで。最高のゲーム、個人制作で最高峰。あ、シャリ取得数とか死亡回数とか出てくるんや、ちょっと嫌だな、恥ずかしい、これやめてよ。